こんにちは、アムスタッフの葵です。今回は、こちらのダブレットと当店アムが今年の7月23日で5周年を迎えることになりました。なので今回ダブレットと別帳を組ませてスカジャンを作らせていただきました。なので今回はそれを紹介していけたらなと思います。では早速着用から始めます。はい、では着用してみました。全体このような感じです。一応ざっと概要を説明しますと、ここに並んでいる分だけじゃなくてプラスでもう少し、全部で25着あるんですけど、その1枚を僕が今着させてもらっている状態です。で一応もともとのオリジナルは17年 AW のスカジャンスーベニアジャケットをモチーフに、このように刺繍を しているもので、裏には当店で取り扱っているブランドの名前がこんな感じで載っております。左からダブレット、MSU、ノン東京、コトハ横沢、右はターク、アンセルム、ジエダ、深夜小塚となってます。四国レギュレーションツアーというふうに刺繍が入っているような感じになります。左袖にはアニバーサリー、右袖には記念というふうに17年 AW のものをモチーフにしているので、そちらの方がキャリーというふうに英語とカタカナで書かれているのをモチーフに、こちらアニバーサリー英語で、こちらは、ね、記念というふうに漢字で書かれております。ダブレットと初の、別注として、ね、当店としてはすごい念願、まあ、私としてもすごい念願の別注として作らせてもらった、一品となっております。まあ、先ほどね、葵の方からも説明があったと思うんですけど、もともとは2017年秋冬コレクションで発表された、カオスエンブロイダリースーベニアジャケット、デザインは一応そのままにしております。当時と違うっていうと、まあ、生地が違うのと、今回着丈が2センチ伸びたっていう、まあ、その当店の別注ということもあって、ダブレット側にお任せしたところ、袖にアニバーサリーっていう英語の刺繍と、片方記念っていう漢字が入ってて、バック後ろですね、で上から行くんですけど、アム括弧愛媛っていうのが一番上に書かれてまして、その下に鍵括弧っていうか、なんていうかな、テテンってなってて、その後にザ・フィフス・アニバーサリー、まあ、当店が5周年ということがあって、まあ、5周年記念という言葉がメッセージが入っておりまして、使ってるブランドたくさんあるんですけど、その中でも8ブランドね、抜粋していただいて、その中に刺繍を入れてます。まあ、左からダブレット、MSU、ノン東京、琴葉横沢、右がターク、アンセルブ、ジエダ、深夜小塚、まさしくね、当店でもね、もうがっつりお世話になっているブランドをね刺繍、まあこれもね、ちゃんとブランドに許可を得ているので、実質8ブランドコラボというようなアイテムとなっている、かなりスペシャルなものとなってます。でその下にはね、四国レギュレーションを伝えてまして、まあ、当店がね、四国の、愛媛県松山市やっておりますので、まあ、その四国レギュレーションツアーというメッセージも入れさせてもらっております。はい、でこのバッグなんですけど、一応この背中面刺繍するだけで、4時間かかってます。はい、一着の背中を刺繍するのに4時間かかってます。ちょっと触ってもらっていいですか。はい、そうなんですよ。この背中を刺繍するだけでね、4時間かかるって言うぐらいすごい大変なもので、香川県の東香川市に田辺刺繍さんっていうところがあって、まあそこと、まあダブレットが一応なんかその開発したそのカオス刺繍、もうダブレットの今代名詞と言われている刺繍を重ねるっていう技術でやってるんですけども、背面だけで11万4402回という針が打たれております。11万4402回ってすごいよね、背中だけで。そらそれだけかかるなっていう感じですね。で、まあ、一針でだいたい2ミリぐらいの糸を使うんですけども、合計10色使ってます。はい。なので、この背面の、このカオス刺繍も全部10色で全部表現されているっていう。逆に言ったら10色でしか表現できないところをこんなにかっこよくね、やっちゃってるっていう感じですね。上糸と下糸をね、こう同時にこうバーってやりながらやっていくんですけども、11万4402回ってね。で、まあつまりその
まあ、それだけでもすごいんですけど、まあ、1針2ミリ使ってるんで、まあ、総合計でいうと224メーターぐらいですかね。ちょっと計算合ってるか分かんないですけど、大体まあ200メーター以上の糸が使われております、背中だけで。一応まあサイズに関しては僕が今一応 M を着てるんですけど、 S サイズの、サイズもご用意させていただいております。一応ジップの方がダブルジップにもなっていて、このような感じでマックスはここまで止めることができて、後ろから下からこのように上げることができて、まあ、このような感じでちょっと肩で着るような感じでもすごくかっこいいのかなと思います。ポケットもポケットの裏地もこういった感じでちょっとウールっぽいようなすごくあったかい生地感で作られているので、本当になんか手突っ込んだ時もあったかいなっていう印象があります。本当にもちろん着やすくて軽くて、結構僕的にはこの裏地とかもすごくかっこいいなと思ってて、らしくない光っていう光沢感っていうか、それがすごくかっこいいかなって個人的には思います。で今回なんですけど、まあ、あのダブレットをご存知の方は知ってるかもしれないんですけど、まあ、今回シリアルナンバーが入っているというのは先ほどご説明させてもらったんですけども、ちゃんとあの説明文というものが今回も書いておりまして、まあ、それをね、あの一から読ませてもらいます。ヴィンテージの韓国ツアージャケットをベースに日本の虎のスカジャンやアラスカジャンの白竜の刺繍などを、重ね合わせた、一体どこの地域の刺繍なのかわからなくした刺繍を背中に、袖に施したサテンジャケット、ヴィンテージのジャケットスカジャンに使用されていたサテン生地を再現した素材を使用し、リフティングの中綿入りで保湿性をも、ある仕上がりとなっています。愛媛のセレクトショップアムの5周年を記念して作成させてもらったこのジャケットの背中にはアムの取扱いブランド名も刺繍されており、みんなで5周年をお祝いしている、そんな雰囲気が、伝われば嬉しいです、おめでとうございますと書いていただいております。ありがとうございます。本当に、まあ、当店は 2018SS から、ダブレットを取り扱わせてもらってるんですけど、2017年 AW の時にね、私はこれ買わせてもらって、その時にね、井野さんに初めてお会いさせてもらったんですけど、その時に買った思い入れのあるアイテムでもあり、まあ今でもずっと愛用してるアイテムなので、なんていうんですかね、まあ、かつこの刺繍工場にも私行ってるので、やっぱりなんていうかな、まあ、個人的に大切にしてるっていうのもあるし、その作り手の思いっていうのもね、すごい知ってるからこそ、すごくなんていうんですかね、皆様の、ね、手に渡っていただければなと思って作らせてもらいました。はい、そうですね、お値段もそんなに、そうなんですよ、お値段を聞いてびっくりするかもしれないんですけど、次の、まあ、2023年の、この間展示会にね、葵と二人でお伺いさせてもらったんですけど、次のスカシャンがラメの糸を使ってて、で、かつ刺繍もしてるんですけど、それがなんとお値段9万円になっておりまして、ただね、これ秋冬ですよ、こっち。この秋冬で、なんと、これもうブランドと、まあ、その、ね、工場さんのご協力もあって、今回なんと2017年秋冬と同じ価格で提供させてもらってますね。この間の 22SS より安いもんね、これ。そうなんです。7万8000円のプラス消費税でやらせてもらってます。なのでもう本当にいろいろスペシャルだし、まあ、今回25着作らせてもらってるんですけど、本当にダブレット側もこのね、色をつけた刺繍っていうのは多分今後やらない可能性、まあ、ずっとね、最近やってきてなかったんで、まあ、それも工場のね、田辺刺繍さんにちょっとこの先日お伺いしたんですけど、中井さんもおっしゃってましたし、なんかね、その辺も組んでかなりスペシャルなアイテムとなっておりますので、ぜひぜひ、2022年7月23日、11時から店頭発売させていただきますので、その辺もお楽しみにしていただければと思います。で、オンラインなんですけど、遠方のお客様には大変申し訳ないんですが、20時、2020年7月の23日、土曜日、20時、8時ですね、夜の8時からオンラインスタートと、残っていれば、オンラインで発売させてもらいますので、何卒よろしくお願いします。
で先ほども言ったんですけどサイズは SM の2サイズ展開になっておりますので、ちょっとあの今この YouTube を見ていただいている方もねぜひあの7月23日ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、今日は珍しくあの私ね網谷も、ちょっと参加させてもらったんですけどあのねぜひいろんな人が愛用していただければと思って作った一着なのでぜひ皆様にご愛用いただければと思います。以上で着用終わりたいと思います。こちらスカジャンの方は一応店頭でも販売してるんですけどオンラインの方は、23日の10時からとなりますのでよかったら、店頭欲しい方は店頭に並びに来てぜひ買ってください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。